俺の名前は田辺弘樹、26歳。たった今、とあるコールセンターでの就職が決定したところだ。では、明日から研修始めるんで、早速周りに挨拶しに行きましょう。おーい！うちの業務自体は簡単だ。基本的にはアルバイトや派遣社員さんだけで回せてるからね。ま、仲良く気軽にやってくれ。はい、風通し良さそうでありがたいです。やっぱり調べた通り、ここはちょろいな。なんで俺がこんな会社に入ったのか。それはこの会社が俺にとっての王国になり得るからだ。何せここには俺のように大学に通っていた者は一人もいないのだ。学歴社会のこの世の中、俺のような経歴こそが正義。少なくとも平社員の中では、経歴も知識の豊富さでも俺が一番高みにいる。ま、すぐに上に上がってお前らもこき使ってやるよ。おお、ここが職場だ。ちょっと待っていてくれ、チームを集めてくるから。予想通り、どいつもこいつも冴えない奴らばっか。知識の一つや二つ授けるだけで俺を崇めそうだ。ま、今は格下のアルバイター以外には下手に出ておいてやりますかね。ええー、明日から皆さんと一緒に働く田辺弘樹って言います。基本的に何でもこなせるんで、じゃんじゃん仕事回してください。いいのか。ええー、もちろん、自分大卒なんで。それからほどなくして業務開始。とはいえ最初は雑務が多かった。こんなつまらない仕事じゃ俺の実力はアピールできないな。しゃあね、雑学でも披露してあげますかね。ねえ先輩、知ってます？何を？ SNS って嘘発見器なんすよ。もしやってたとしたら絶対にやめた方がいいっすよ。急に何言ってんだ？もしかして先輩知らないんですか？常識ですよこれ。よかったですね、ここで一つ常識知れて。あ、常識といえばもう一つ。そこの、ただの女性社員さん。前にパソコン買ったって言ってましたよね。言ったけど何？わざわざメーカー品買うなんてどうかしてますよ。一発の PC 使いはみんな自作するもんですよ。皆さんほんと常識ってものを知らないんですね。それからも俺は業務の傍らで常識を解いていく日々を送るように。新人ながら二足のわらじを履くなんて、俺じゃなかったら潰れている。啓蒙活動も大変だな。あそこのギャルさん、ネイルを落とすときは慎重にやりましょうね。傷んじゃいますから。知ってるっての。あーもうムカつく。誰でも知ってるようなことひけらかして何が楽しいんだっての。自分に酔ってるって感じね。中二になった息子を見てるみたい。俺もあんなのにこき使われるの嫌ですよマジで。まあさすがにこれ以上調子に乗られるのは困るな。あれで仕事ができればまだいいけど、いつまで経っても見習い以下。それで見下されちゃたまったもんじゃないっての。これだから無知は困る。俺のやってることを何も理解できていないようだな。ま、偏差値20違うと会話が成り立たないっていうし、仕方ねえか。脳のない奴が陰で何を言おうと、優れた俺の経歴は覆らない。持たざる者のひがみになんて付き合ってられないな。すると俺の能力を見込んだ先輩が俺に仕事を持ってきた。田辺くん、 Excel 使って作業効率のランキング作ってくれる？テンプレもあるし、それと同じように数字打ち込むだけでいいからさ。わかりましたって言ったけど、 Excel の使い方なんて研修で習ってないぞ。まさか研修になかったことをやらされるとは。この会社、思った以上にブラックみたいだ。聞いてもさっぱりわからん。こりゃ残業確定だな。同じ業務を続けていくこと4時間。そこで俺は思った。ねえ先輩、なんで教わってもないことを残業してまでやらないといけないんですか？できないことやらされて、明日の俺の仕事を2倍じゃないですか。はあ、至極当然な俺の意見なのに。できるから引き受けたんだろうが。最初からできないって言えば他に仕事を回せたし、後輩が仕事中断する必要もなかったんだよ。
それなのにお前は死後ばっかりして仕事を進めないし、口だけじゃなくて手を動かせよ。先輩の意見に同意。もう帰っていいですよ、田辺さん。使えないんで、後のことはこっちでやっときます。こんな言わせておけば。こいつら全員寄ってたかって俺に嫌がらせしてきやがる。おかげで俺の心はもうズタボロだった。お前ら絶対に許さないからな。ママに言いつけてやる。はぁ、そうして俺は会社とママにいじめを報告。すると数日後には徹底的に奴らを追い詰められる場が出来上がった。あんたたちね、私の息子をいじめたっていうのは。まさかこの会社でそんなことが起きようとは。君たち本当のところはどうなのかね。代表して言いますけど、そんなこと絶対にありません。まあそうだが。信じないでくださいよ、こんな人たちの言葉なんて。これまで俺がどれだけ苦痛を味わってきたと思ってるんですか。やり方が陰湿なんですよ。そんなことされていたなんて。課長さん、もうこの人たち全員クビにしてください。クビですか。ハラスメントですよこれは。訴えてもいいんですよ。いいぞママ、もっと言ってやれ。この場はもう俺が支配した。その時だった。ちょっといいすか、課長にお母様、そして田辺博樹くん。なんですか、お嬢際が悪いですよ。実は彼が言いつけるなどと言ってから独自で調べていたものがありまして、ここにこれまで博樹くんがやった全ての悪行が記されています。これまで被害を受けた人たち全員の直筆で。はあ、うへへ。博樹の悪行。ええ、いろんな悪評を流していたというね。例えば私なんかは暴力団の一員だそうですよ。そして後輩は女たらし、アルバイトの女性の方々にはセクハラまがいのメールを。君って本当に可愛いよね。今お風呂入ってる？何カップなの？腐っても博樹くんは正社員ですからね。彼女は怒らせたりすればクビにされると怯えていました。他にも部下に仕事を押し付けたなど、彼の悪行は数知れず。ハラスメントでクビだとすれば、物的証拠のある彼がクビになるべきかと。最悪だ。まさか奴らがこんなに頭が回るなんて。全部嘘よ。名誉毀損よこんなの。警察呼んで裁判するわよ。そうだそうだ。名誉毀損というのならこちらも同じ。っていうか警察呼んで裁判の意味がわかりません。もはや俺にはどうすることもできない。だが最終的な決定権は俺たち平の人間じゃないので。まあ見るからに結論は明らかなのだが。お願いします課長、どうか大卒な俺を信じて。そもそも田辺くんの首はもう決定事項なのだよ。君残業申請書に嘘書いてたでしょ。退出時間と申請時間で1時間以上のズレがあったぞ。こちらが給料を支払っている以上、そんなことをされては損害でしかない。そもそもそんなのすぐバレるって思わなかったのかね、大卒なのに。それ以外にも会社の PC を使って SNS にもログインしてる。これは情報漏洩の可能性も引き起こしている。労働基準法を違反しているのは君の方だ。そんなわけで博樹くんは来月下旬で解雇です。正式に解雇事例もありますので。この俺が解雇処分。もう何もかもどうでもよくなった。お前ら全員くたばれよ。演劇歴のくせに逃げるのか。こっちとらもう何も失うもんがねえんだよ。やめろ、それ以上暴力を振るな。警察呼ぶぞ。うるせえうるせえうるせえ。国家権力の犬なんか負けるか。その後俺は誰かの通報により傷害事件で現行犯逮捕。
俺の輝かしい経歴に前科が加わるのだった。エフラン大学中退、職歴、居酒屋、自動車工場、コンビニ、警備員、これ全部本当？全部嘘です。